男という生き物はいつまでも発射したい生き物なんですよ。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。この動画では不倫をされている奥様旦那様家にどうやったら夫婦円満家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。今 LINE 公式の方にですね、登録してくださると不倫をされている奥様旦那様向けの、どうやったら夫婦が円満になれるのかという動画をですね、無料でお配りしてますので概要欄から登録くださいね。はい、ということで今日ですね、60代70代の性事情ということでお伝えしていきたいと思います。今日セックスとか性事情の話なので、ちょっと私もですね、調子に乗りまして、よくね、この不倫問題とか発信してる女性ってたくさんいるじゃないですか。で、そういう人たちって今皆さんおっぱい出してるわけですよ。おっぱいって出してるから、私もじゃあ出そうかなというふうに ちょっと思ったことがあるんですけど、でもね、私も一人の人妻ですし、まあ、娘もいますし、そういうことはできませんから、今日ですね、ちょっと今日エッチな性事情の話をすることで、ちょっとね、こう T シャツをこういうね、T シャツを買ってみました。この胸の垂れ間がある。はい、ということで、私はですね、まあ、約10年目ですかね、今ね、不倫解決カウンセリングってさせていただいてるんですけども、ご相談で来られる方で一番多い年代がやっぱり40代なんですよ。で、これはね、なぜ40代が多いかっていうと、やっぱり40代っていうのは、子育てに私たち女性をね、一段落したかなっていう時に、まあ、男性の方に、旦那さんの方に意識が行くわけですね。で、旦那さんっていうのはその年代の時って大体こう、ね、男盛りだったこともありますから、不倫が多かったりするわけです。その年代が一番多いんですけども、最近ではですね、60代の妻からのご相談も増えてきてます。いや、本当にここ1、2年ですかね、多いんですよね。で、ご相談のね、その詳細というのは、やっぱり守秘義務はありますが、私も言えませんけども、大体はですね、その夫婦生活について、からのその夫の不倫問題だったりします。うん。で、奥様がですね、60代ということは、70代の夫がね、自分のパートナーも夫がね、少なくないってことなんですよね。で、前にその60代夫の不倫理由ということで、こちらの動画でもお伝えしてるんですけども、男性という生き物はですね、発射したいんですよ、とにかく。で、その男性という生き物はやっぱりその発射をすることで、その下半身のね、下半身の快楽を得ることができます。ここはね、女性と違うところですよね。男性という生き物は下半身をこのボキボキにすることで、そのおじいちゃんではなく、まだ男なんだということを思いたいんだと私は思います。で、その性に関する意識というのもですね、そもそも30代から男女全然違ってくるんですよ。で、30代からっていうのは、その10代、20代というのは性の関心がね、やっぱりそのほぼ男女とも、いろんなタイプが気になることが多かったりしますよね。でもね、結婚するであろうこの30代っていうのは、その男女の性の関心に変化が出てくると私は感じています。で、なぜかというと、女性はさっきもちょっと言いましたけども、30代40代になってくると子育てで一生懸命になってるわけですよ。で、男性、反対に男性というのは、30代40代というのは男勝りですから、それは不倫が多くなりますよね、さっきも言いましたけど。でね、今日お伝えするのは60代以降の、男女の性の関心について、男女の感じ方の違いというのをお伝えしていこうと思います。で、今日の動画を最後まで見ることで、60代以降のご夫婦はですね、自分のパートナーへの意識が少しだけ理解できるようになればいいなと私は思います。で、今日のね、動画はですね、2020年7月の西日本新聞の記事から、日本性科学会の2000年の調査を引用させていただき、60代以降の夫婦の性の違いというものをお伝えしていきたいと思います。この20年前って、例えばその、例えばというか、ネットの時代じゃなかったですよ。まあ、ネットはありましたけど、そう、今みたいに SNS、LINE だの、インスタだの、Twitter だの、Twitter 前あったのかな、なんとかだのって、Facebook だのってなかった時代ですよね。だからもっとこの数字が上なんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっと今日はね、最後まで見てくださいね。はい、ということで、60代以降の夫の性からちょっとお話していきたいと思うんですけども、その性科学会の中で言われて、その記事に書いてあったのが、60代男性の 53%、うん。で、70代男性の 25% は、パートナーとのセックスを求めているということなんですね。
パートナーとの、まあこのパートナーっていうのが、まあ奥さんの場合もあるし、ちょっとね奥さん以外の女性のパートナーかもしれません。ただ欲求はあっても実際にそのセックスをしている男性が少ないということなんですね。でその理由が、まあ勃起勃起しないことですね。勃起勃起しないことと、あとその発射準備ね、勃起勃起しないということは発射準備までに時間かかるわけですよ。男性ってさっきも言いましたけど、発射しないことには快感を得ないわけなんですよね。であともう一つの理由はその発射液ですね。発射液が少ないことも、まあ、快感が少ないから、そこまでの、まあ、そういう意識はあるけども、その工程がちょっとね時間がかかってしまう。だから私が思うのはね、そこまでしてその男男性という生き物はね、自分が男だっていうものを失いたくない、その気持ちをまだ俺は持ってるんだ、俺はまだ、男なんだ、生き物なんだみたいないうふうに思いたいんじゃないかなって思います。ただその60代とか70代とかになってくると、例えばバイアグラを服用してしまうと心臓がねちょっとまあ負担が大きいわけですよ。大きいけどもその心臓発作のリスクをね、気にしてはいるけど、でもそれよりもやっぱり俺は男だっていうことをもう感じたいんじゃないかなと、それが男という生き物なんだなというふうに私は思いました。うん、この仕事をしてて特に思いましたね。うん、でね、70とか、まあ、大方この人80ちゃうのんっていうおじいちゃんがですよ、コンビニでもう一心不乱になって、あのエロ本ですよね、もうこんな距離ですよ、こう私の手帳こんな距離で、もうこんな距離で、こんなんですよ。こんなんで、まあ、エロ本を見てるおじいちゃんがいますけども、まあ、私としては、そういうこう、まあ、男ってこういう生き物だよねって思ってるから、微笑ましい限りなんですが、はい、次、60代以降の、妻の性ですね。なので、男性陣はね、ここをね、よく見てほしいんですけども、60代の女性の 20%、70代女性の 10% がパートナーとのセックスを求めてるっていうことなんですよ。で、ここでね、大きな差が出てるじゃないですか。例えばさっき、男性は、60代男性は 53%、今回60代女性は 20%、半分以下ですよ。うん。で、70代男性は 25%、ね、セックスを求めているのが。で、70代女性は 10% がパートナーのセックスを求めているってことなんですね。これ半分以下です。60代以降の男性の方々、こういうふうに女性はピストン運動、なんちょっと運動っていう、そういうことを求めているのは、あなたたち60代以降の男性よりも半分以下少ないんだよっていうことをちょっと分かってほしいなと思います。うん、ただね、この実際にこの60代以降の妻もですね、60代女性の 20%、70代女性の 10% がパートナーとのセックスを求めてる、したいと思ってるんだけども、実際にパートナーとのセックスをしてないかといえば、なんとですよ、60代の女性の妻の 39%、70代の 25% が月1回以上のセックスをしているという結果があるそうなんですね。これ何回も言いますけど、2000年のデータですから、それからもう20年経ってますよね。経ってるのでもっと増えてるんじゃないかなと思います。これはなぜこうなってるかといえば、これね、私結構クライアントさんからも聞く話なんですけども、私が旦那の相手をしないと旦那が浮気をしてしまうんじゃないかなと思って相手していますとか、私が拒否すると、なんだその機嫌が悪くなってしまうから、それもちょっとしんどいので相手になってますとかいうふうにね、おっしゃることがあるんですよ。でね、私この言葉を聞くたびに、その日本の政治上おかしいなって思いますよね。だってね、私たち女性っていうのは、その発射液ね、発射液を出すための道具ではないんですよね。よくほら、そういうこう、器具ってあるじゃないですか。女ホールとか、いろいろありますよね。男性が自分で行うときにね。そういう道具ではないのに、この夫が機嫌が悪くなるか、私相手にしないといけないのかとかいうのもね、ちょっとかわいそうだなと思います。やっぱりね、このなんでこういうふうに女性が言うかっていうと、私たちね、女性というのは、生理が終わると、その一つね、女性としての役割が終わったって思うんですよ。女性としての役割っていうのは、まあ様々大きな、ものになります。母親の役割が終わったとか、なんとかの役割が終わったとかいうふうに、私たちは役割、
責任というものを一生懸命 こなそうとして今日々日々生きてるわけなんですけども、ここが男性と違うところなんですよね。そこのところの意識の違いなんじゃないかなと思うんですよね。だからその、50代の女性たちがねよく言う言葉がですね、あのもう私はね女が卒業したわけだから、もう夫のね相手が辛いということをよくよくおっしゃいます。でまあ生理が終わったらね、まあいろんな潤滑液がねいろんなところが乾燥してくるんですよ。女性って下半身もねそういうこう潤いっていうものがなくなってきて、やっぱりこう辛いことが多くなるんじゃないかなと思います。でそういうところをあのやっぱり60代70代のね、夫たちっていうものはなんか寄り添うだけでいいとか、ぬくもりを感じるだけで私は気持ちがすごくいいんですっていう方もたくさんいます。まあ奥様と仲良くいきたいなと思うんであれば、そういうところもちょっと理解していただきたいなと思います。男性たちもですね、生理が終わったその女性が喜ぶセックスっていうものをもっと研究していただいてほしいって私は思います。でセックスはそもそもその愛情表現、愛情の交換であってね、その自分の欲求だけを満たすものではないと私は思っております。はい、ということで今日は、60代70代の性事情ということで、妻側の事情、夫側の事情ということをお伝えしました。少しでも皆さんがこの、性のね、男女の違いというものを理解してくださったら、私はものすごく嬉しく、不倫がなくなっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、この動画では不倫をされている奥様、旦那様向けにどうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったら、チャンネル登録、あとはグッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、また。